ブルックを加えた麦わらの一味はグランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには職人の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味はかつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味はレイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているヤルキマンマングローブの森へと足を踏み入れた。トナカイって食えるのか？いや待て、非常食に。俺は食い物じゃないぞ。よし、頑張ろう。しっかり引き取ってちょうだいよ。お願いだ、一緒に来てくれよ。俺が。そろそろ行くよ。味方は巻き込まんようにしなきゃね。任せて。おにっきり。囲まれたか。俺のスーパーな力で
どうにか突破口をこじ開けねえぞ。Yeah!
の秘策を見て驚け。この攻撃でおめえら全員片付けてやる。待ちくたびれたぜ。やっと出番だ。目標確認。目標確認。お前は世界一ガードの固い男。したがっておめえの攻撃も効かねえ。言ってくれるじゃないの、口先ばかりの腰抜けが。いいなここ気に入った。なら容赦なくぶっ飛ばしていくぞ。敵か、排除する。こいつは海軍本部に戻って報告しとかねえと。よし倒したぞ。チョッパー無理すんじゃねえぞ。おめえじゃ俺に勝てねえよ。抜かすな。俺と戦ってからにしたまえよ。こんやろ、お前なんかに負けないぞ。てめえ、俺を舐めてんのか。遅くなって申し訳ありません。アナウタのブロック火星に参りました。目標確認。任せとけ。私のところに来ましたか。では戦いましょう。さあ行きますよ、矢のごとく。ヘビーゴーゴー。ヘビーゴーゴー。任務中止。これが俺の力だ。すごい、私驚いて目が点になりました。目玉ないんですけども。よほほほほほ。もっと頑張ってみんなの役に立つんだ。そうだチョッパー、おめえも音だってとこ見せてやれ。よくも同胞。やっぱりガンズー良いんじゃないか。おい、俺が相手じゃ不足か。敵か、排除する。お前もう逃げられねえぞ。言わなかったか、今週の俺は特にスーパー強えんだよ。お役に立たねば男の名折れ。この手並みのほどご覧いただきます。そろそろ行くよ。味方は巻き込まんようにしなきゃね。立ちましたよ。骸骨だから肌ないんですけども。任務中止。俺はもっと頼れる男になるぞ。すごいじゃない。
してもらいたいね。任せとけ。こちらキザル到着しましたんで応答を願います。速度は重さ、光の速度で蹴られたことはあるかい？度胸だけじゃねえ、振り出しに戻りなよ。そうだ、目を切れるの、こいつに勝とう。相手になるぜ。その覚悟があんならな。なんだ、そんなに自信があるならわしと戦ってみるといいよ。てめえなんかの踏み当たり攻撃で俺を倒そうたら笑わせてくれるじゃない。甘すぎるね。大将相手にその態度なかなかに手ごわそう。私がお相手します。なんで、そんなに自信があるならわしと戦ってみるといいよ。天の速度は重さ、光の速度で蹴られたことはあるか。上がってこい。これくらいで俺を止められると思うなよ。任せとけ。さすが俺たちの船長だ。まったくどいつもこいつも化け物じみていて怖いね。ランブル、いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。待て、PX-1。 旅行するならどこへ行きたい？さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。麦わらのルフィが生きていた。麦わらのルフィに乗り込んだんだ。
って一体何が目的でこんなことを。ああそうか、分かったぞ。了解。そうかルフィ。分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああそういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャムディ諸島で。